ですよ。何も見えてなかったら見えますよ。そんな目は悪くないんですよ。コンタクトするぐらいの目のあれなんで。こんばんは皆さん、何してましたか何してましたか。あかなはご飯食べて、あのね、ご飯を食べた、その後にちょっとクッキーを1枚2枚食べました。わかなもご飯食べてました。こいたこね、わかなも入れたんですよ。まだちょっとしか進んでないけど、鼻めっちゃかゆいけど誰か書いて、あのうーかさんをおしめにしてね。難しいですね、私ゲームのルールあんますぐに分かるタイプじゃないんで、やっていくうちに慣れていくタイプなんでね。難しかった。そう、明日夕方 NMB に出演させていただきます。はい、あのお察しの通りめっちゃ緊張します。だって7期1人なんです。7期生1人。前ちょっと待って、めっちゃ鼻かゆい。ほんと夕方 NMB さん、夕方 NMB やったかな、一回出演したことがあって、でその時は愛花と愛ぴと私の7期生2人で、心強かったんですよ。愛花がおったから、うわ愛花って。でも明日は7期生1人なんで緊張するし、ガッ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 ガ。そう、見取り図さんの時に出演させていただきました。めっちゃ楽しかった。でもめっちゃ楽しかった。いや楽しかったから今回もすごく楽しみで、早く明日にならんかな緊張してるけどね、鼻かゆい。はい、頑張ります。久しぶりやからな、ちょっとどうしよう。滑舌だけよく知って朝挑みますね。滑舌、あと自分で言ったことに笑わないなんか自分で言ったことに笑っちゃうんですよね、なんか癖で。うわ自分なんか言ってんなと思って笑っちゃいません？なんか言ってる途中で笑っちゃう、あれを気をつけますはい、絶対猫の毛ついてるお肌に。ちょっと眠たい、結局眠たい。書いて早く早くない。オンラインじゃないです、あのシアターで夕方天然美容した時ですね。7期が入った時はもうすでにシアターやった気がします。ちょっとあんま曖昧なんですけど、前髪を巻きすぎたのか短い。キャンディー、うちの猫がね寝てます。近く、うん、かわいい。猫ってマジでよく寝ますよね、ずっと寝てる、ほんまに。キャンディー返事してくれる、かわいい。ちょっとポチャポチャしてきてね、うちの猫おやつあげすぎてポチャ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 、マジで可愛い。そう、返事するんですよ、うちの猫。可愛いでしょ。知ってる、マジで可愛い。まあ、でも抱っこするのめっちゃ嫌がるんですよね。抱っこさせてくれ。お、朝昼晩しっかり食べましたか。素晴らしいね。ポッチャマン。ポッチャポッチャ。おもろい、ちょっと笑ってもらった。
えなくん猫飼いたくてわかにゃんは飼いたくない？あ、そういうこと？ゆなは猫飼いたいけどわかなは別に飼いたくないでってことかそういうことかゆなほんま、そうね、ゆな相談してた、わかなに相談してきてました。ゆなほんまに猫飼いたくてなみたいな、猫ってどんなんなみたいな聞いてきてました。猫飼いたいんやと思って。まいちゃん元気ですよ、親知らず抜いたけどそう、まいちゃんだから、まいちゃん大丈夫かなと思って LINE、メッセージ送って、で電話かけたんですよ。まいちゃん元気って、痛くないって、痛くないよ全然って、なんで痛くないやろって言ってた。逆にまいちゃんは元気ですよ。はい、終わってきました。お疲れ様です。寝る子、猫猫と呼ばれるようになった。へえ、そうなんだ。確かに猫めっちゃ寝るもんね。確かに。カニカニ。うん。うん。うん。酸素おいしい。秋服を買おう今日。タワー、お、今気づいた、ごめんなさい。これ割と分かんない、コンタクト外したんですけどめっちゃ見えてますね今画面。ナイヨさん、タワー痛つけた、痛い痛い痛い、やめてくれ、ありがとうございます。書きますね。まいちゃん熱出てないんか、クソはあかんダメよ、まいちゃんの健康を祈ってくださいよ。なゆさんありがとうございましたわ。久しぶりのお家でのショールームな気がします。分からへん、最近公演終わりにショールームすることが多くなってきたからね。お家でなかなかできなかった、お家におる時間が少ない。なゆさんタワーありがとうございます。久しぶりに絵描いたから絵のランクが下がってる、難しい絵描くの、ちょっとまた慣れていきますねありがとうございます。ピース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 。そう、好きなお洋服のブランドとか、その服とか靴とかなんとかなんとかとかのブランドよく聞かれるんですけど、私本当にないっていう言い方はおかしいんですけど、通販あんまその外出して服を買うことがめったにないから、ないから通販やから可愛いって思ったやつを買うからね、どこのかあんま見てなくて、あれね、だから特定してくださいどこのか特定してください私の着てる服はどこのなんでしょう、どこやろ。マウジーの秋服買いました、昨日通販で。マウジー買った。あとはどこで買ったやろ最近、どこで買ったやろ、うわ、ちょっとどこで買ったやろ、わかんない、いろんなとこで買ってます本当に、マジでいろんなところで買ってます。サイズ失敗しないですね、なんか基本私そう152センチでフリーサイズやとちょっと大きかったり、フリーサイズやとね、やっぱりそのズボンを買った時に丈がちょっと長かったりするんですけど、それはお母さんが塗ってくれるのでありがとうございます。そう、お母さんが丈塗ってくれたり、丈直ししてくれますね、いつも長かったりしたら。あとウエストが大きくてベルトできないズボンやったら、なんかなんていうんですか、ボタン式のズボンってあるじゃないですか、それでなんていうんですか、またちっちゃくできるボタンが売ってるんですよ、それをつけてますね、ブカブカしたりするものがあったら。
コダックのスウェット顔後で見ます、ありがとう情報そうエモストにねロケしに行きま、ロケロケしましたね。ユーハ味覚糖さんの本社に行かせていただきました。ドキドキ。安全ピン、そう安全ピンもいいんやけどね、安全ピンもいいんだけど探してもなかった、うちに買いに行く。シゲキックス食べれる人ですよ、美味しかったそうゆずはさんとロケに行ってました、エモストのロケって言うんですね、撮影ロケ。明日の夕方天然ビー楽しみにしてるよ、ありがとうございます、イエイイエイ。いやマジで緊張する、もう緊張して肩上がってるもん。放送は9月30日ですね、ですね、ですはい、こんばんは。何時までショールームしようかな、わかんない、10時までできるからはい、もう満足したら終わりますね、30日のはず、私も30日って告知したと思うからうん、髪の毛切った話しましたっけ、切った話しましたよね、そほんでそれだいぶ前、はい切りましたこれ言ったの、髪の毛切った報告、そうよ、私の好きな通販サイトがねちょっと前までセールをしてて、大きな、それでいっぱいメイクとかメイク用品を買いましたね、アイシャドウとか買った、アイシャドウとかシェーディングとかビリビリ場もういいですよ、もうビリビリしたくないもう満足もう満足満足いえいえ、あジオンの生誕祭ありがとうございました、楽しかったです。やっぱ生誕祭って緊張しますよね、謎の緊張感がある、やっぱ人のあれはね、生誕祭ってやっぱドキドキしちゃう、はい、そうね、あと9月、もう9月ですよ、もう分かんない、まだ7月の気分なんですよ、前早くないですか、私やばい、お前やばい、早すぎる、やばい、まだやりたいこといっぱいあるのに、1日36時間とかやったらいいのに、それでも8時間か、いやでも36時間だけでも有意義に使えますよ、私足りひん、ほんまに24時間が足りひん、そうセプテンバーなんですよ、セプテンバーです、そして9月はなんですよ、やばいですね、夜普通に寒い、うんわかる、肌寒いけどお昼はちょっと日差しとかで軽く熱々ってなるから、長袖着るか半袖着るか悩むよね、そうさよならの月まあまあ、猫ちゃんいますか、キャンディー、いないです、読んでも返事しないので、愛が足りひん足りひんうちは雨が多かったからあんまり暑くなかった。確かに。うん確かに。うん読んだら来たんかい。
で可愛い。こんばんは。にゃーごろにゃーごろ。可愛い。もちもちしてるんですうちの猫。もちもち。もちもちしてる。首長いしほんで、マジで可愛いな。そう、可愛いよね。皆さんも猫をめでましょう一緒に。おうち動物園。いやでも言ってますよ、なんか猫最初うちにね一匹ワンちゃんがいて、リンダって言って、その子は天国に行ったんですけど、リンダめっちゃ賢くてお手もお座りも伏せもできたんかな、分からん、ちょっとほんまちっちゃい頃であんま記憶が曖昧なんですけど、すごい賢いワンちゃんがいてね、手に移ったって。そうで、その子うちの家が犬動物が好きやから、なんかワンちゃんなんか気づいたらこんなワンちゃん猫ちゃんパラダイスになってましたね。あ、タワー、わ、お待ちください。鶴屋さん、鶴屋さん、タワーありがとうございます。大阪城これって、お城ですね、大阪城っぽい、何城かわからない。鶴屋さんお待ちくださいね、書かせていただきます。つるつるつるとんたん。ラーメン食べたい。ラーメンが食べたい。なんかお腹いっぱいやけど食べ物食べたい日ってないですか。私今それで、なんかでも食べれないんですよ正直、お腹いっぱいやから。はい、このケチってた。はい、つるやさん、タワーありがとうございます。お城、2階建てのお城です。ありがとうございます。お城つるつるつる飛んだ。ありがとうございます。ハゼとヤドカリ見せて。あ、ハゼとヤドカリは話し飼いしてないから見せれないですね。1階っていうんですか、リビングのそのちょっと隙間のあるところにハウスで飼ってます、ハゼとヤドカリは。だから、あ、お写真を一回も場面に送りましたね、写真、猫とヤドカリ。舞ちゃんもラーメン好きで鴨倉来てって知ってるー。うん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 。そう、若菜と舞ちゃんは口、味覚が合うんですよ。味覚が一緒やから、舞ちゃんと分かる。実質私舞ちゃんなんですよね。はい、だから、はい、そうなんです、私舞ちゃんなんですよ。舞ちゃん、私舞ちゃんです。若菜も鴨倉が一番好き、一番大好き、美味しい。ふふ、舞ちゃんはね、体幹のトレーニングが続いてる。プランク、プランク、プランクだけ、プランクは好きだから。プランクってなんかいいじゃないですか、音楽流しながらできる。いや、全部音楽流しながらできるけど、プランクはそのなんか見ながらできるじゃないですか。こうやって下にスマホ置いとけば動画見ながらプランクできるし、なんかプランクしてる。他もしろよって話なんですけどね、足しびれてきた、痛い、めちゃめちゃ痛い。うん、TikTok の8期生募集の写真いつのですか。あれはオーディション期間中のやつですね。私オーディションの応募した時の写真お姉ちゃんに撮ってもらったんですよ。でそれお姉ちゃん、私応募し方わからなかったからお姉ちゃんに応募してもらったんですよ、やり方わからんくて。でお姉ちゃんが、お姉ちゃんの端末で写真撮ってもらったから、私その写真持ってなくて、多分存在しない写真になってますね、この世には。もうどこに行ったやろ、どんな写真やったか覚えてないけど、多分なんか変なペガサスの柄描いた T シャツ着てた気する、変な
ペガサスの。うん、これ猫。鼻かゆい。プランクいいですよ皆さん。プランク、プランク配信しましょうよ。私が苦しむだけの配信。プランク、こんばんは。あの写真で、いや、あの写真は違いますね。あの写真はだから仕方なく、あのマネージャーさんにオーディション時の写真見つからないですって言ったら、オーディション期間中でいいよって言ってくださって、じゃあこれでって、これしかなかったんかいって言われたんですけど、あれもあれしかなかった。ほんまに私写真を撮らなくて、そんな NMB になってからさすがに撮りましたよ、撮るようになったんですけど、そんな普通に高校生、普通の高校生やったから。まず自撮りをしなくて、友達と遊んで、あーボンちゃんボン、普通の、普通に生きててあんま自撮りをしたことがなくて、友達とも自撮りするタイプじゃなかったから、写真がマジでなくて、うん、困った、びっくりした、自分の写真のなさに。うん、めっちゃ写真探したね。唯一の写真でしたね、あれが。ボンちゃん、これボンちゃんです。この鳴き方、ゴロゴロゴロン、あーかわいい、もうマジでかわいい。かボンちゃんはもちもちしてないんですよね、じゃふさふさしてる、長毛種だから。うん、プロフィール画像、何のやつやろ、プロフィール、何のプロフィール画像、もうちょっとよくわからないです。プロフィール、何やろ、プロフィール、わからん、プロフィール、ボン、あーボンって言ったらキャンディー来ちゃった。TikTok はやり方がまだ難しいから。やだね、ねキャンディー、かわいい、唐揚げ好きですよ、大好き。ボンちゃんが見てくる。ねキャンディー、おちょちょく、うわめっちゃ抱っこ嫌がるんですよ、近寄ってくるのに、ごめんごめん。そう、ふさふさ、かわいいでしょ。アメリカンショートヘアです。ね、かわいい。猫たち仲良しですよ、めちゃめちゃ。でもだいぶ年離れてるからね、キャンディーとボンちゃん親子ぐらい離れてると思う。全然、キャンディーは11年12年お家におるし、ボンちゃん1年ちょっとやから、だいぶ離れてる。キャンディーいい色してるわ。え、それ本当にね、かわいい、うちの猫マジでかわいい、マジでほんまに、もううちの猫が一番かわいい。マジでかわいい。はい、子抱く。猫って抱っこあんま好みません。でもいとこんちの猫めっちゃ抱っこさせてくれる。うん、まさか、かわいい子だっけ。キャーボン、ニャウリンガルってあれですか、言葉わかるってやつですかね、猫の言葉がわかるアプリみたいな、ありますよね。犬のやつもある、後でやってみよう。入れたことない、気になってたけど。あ、でも一回犬と喋れるアプリ入れたことあるけど、喋れんかった、多分伝わってなかった、犬種が違うかったかもしれないですね、その
なんかどんなアプリか忘れたけど一回入れた覚えがあるんですよ、興味本位で犬と喋ってみたくて。けどちょっと無理やった。猫ちゃんはキャットフード食べてます、チュールとか。チュールあげすぎてもちゃもちゃしてる。ねえ、あと何話そうとしたっけ。なんか話すことはいっぱいあるんですけど、チュールもうわシェアしてないじゃんツイッターに、忘れてたぜ。はい、シェアしました。シェアって言い方なんて言うんですか、シェア、シェア、シェアで合ってますよね。だってシェアって書いてるもん、アプリもシェアで合ってるね。うん、痛い、よいしょ。こんばんは。25日恋ラブ公演2回楽しみ、2回公演楽しみです本当に。いや楽しみ、2回公演。あ、思い出した、9月19日のウィルビアイドル公演って出演メンバー昼夜どっちも出てましたよね、出てましたよね、出て、え、出てましたよね、出てましたよね、そう出てました。わあよかったよかった、これ出てない時言っちゃダメですから。はい、私夜公演に出演させていただきます。昼も夜も出たかったんですけどね、私がもっと頑張ればいい話なので。出たかったお昼も、けど昼夜公演私が夜だけ出る分もう夜に全力パワーぶち込むんでは、もうほんまに爆発すると思いますしだれ柳ぐらいでパンってみんなこれ笑ってますか、私だけですか笑ってるのだいぶ面白かったんですけどはい面白、はい、ふわの戦隊、生誕戦隊って言ってた、戦隊ものみたいな人だけど、生誕、生誕祭出たかったよ私も。ふわの生誕祭、生誕祭けど見守ることはできるので、あのパワーが、パワーが、パワーをその昼公演の分、元気にしてた分のパワーをパーンと夜に出しますので見ててください。しだれ柳の C メロ、 D メロ、落ちサビ D メロ、多くない、未だに A メロ、 B メロ、 D メロとか、 D メロでしたっけ落ちサビって。はい、頑張りますよ頑張るのは、あ、私にと、私が、あの私が頑張るのは当たり前なんですけど、はい頑張りますね。感想の後、二感想の後ですか、あ、思う気持ちがあれ私大好きです、あの振りめっちゃ、あのいつやったかな、9月の前のウィルビーアイドル公演っていつでしたっけ、9月の一回、何て言うんですか、前回のウィルビーアイドル公演、前々回も全然前回も思ったことなんですけど、ウィルビーアイドル公演のしだれ柳の思う気持ちが折れないようにってとこで、めっちゃあのファンの方が拍手してくださってんのがめっちゃ聞こえるようになって、集中し、なんていうんですか、めっちゃ、うん、13かな、でも前回くらいからめっちゃ聞こえるようになって、めっちゃ感動してました。後ろで、私後ろ向いてこの振りしてる人なんですけど、めっちゃ感動しました。うおーって、ちょっとチラって見たくなったくらい、後ろ向きで踊ってるのに。ありがとうございます。あれ私も拍手していいですかそれぐらい、そう、手拍子、ありがとうございます。うん、一緒にやろう、一緒にやりますか、一緒にやってもいいけど、私ちゃんと振り付け踊らないと
いつか前見て、それはほんまに怒られる。できんできん。できんできんよ。やりたいですね、いつか。お話し会でしましょう、それは。はい、しましょう、お話し会で一緒に。恋ラブ公演でも聞こえてきましたね、その手拍子が。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。代わりに踊るわ。わかりました、じゃあ私が手拍子しますね。そうね、スタリアナギ本当に大好きです、私。全曲大好きなんですけど、最近手拍子入ってるらしいね。ああ、そうなんですね、流行りとかあるんですね。さすが、皆さん流行りに、やっぱ流行に敏感ですね。すごい。わかんなー、わかんないやで。わかんないやで。今何分やろ。うわ、目に猫の毛入った、痛い。まあなんとかなるでしょう。今日はメイクさんにメイクしていただいてるんで、いつも公園、あの犬吠えてるな。基本研究生は自メイクじゃ、自分でメイクじゃなくてメイクさんにメイクをしていただくので、研究生はなんですけどね。だからやっぱ研究生公演と普段の、普段するメイクでやっぱちょっと違うあれがありますね、雰囲気がありますね。今はメイク足してるんですけどね。暗いって何。確かにメイク濃くはないですね、ナチュラル、薄いっていうよりナチュラルに。めっちゃでもメイクさんにメイクされるのほんまに大好きです、私。楽しい、めっちゃなんか見ちゃう、手元とかメイクさんがメイクしてるところの。恋ラブ公演もあの研究生は全員自メイクじゃないです。あのなんていうんですか、メイクさんがメイクしてくださります、全公演。そうなんよ、楽しい。髪の毛も全部メイクさんが。ありがとうございます。バイト行ってきます。嘘でしょ、この時間帯から。でもこの時計ずれてる、めちゃめちゃ2時になってる。頑張ってください皆さん。フォローしました、ありがとうございます。髪の毛ね、伸ばしたいけど固定ヘアがあるから、伸ばしたくてもやっぱ切らないとダメだからね。もし昇格した時、伸ばしていい時になったら伸ばすかもしれないです。あんま決めてない。すぐ気分変わるから、わかんない。伸ばしたい伸ばしたいって言って1ヶ月後には切ってるからね、気付け、止めてください。伸ばしたい、ほんまにロングにしたい。ロング、ロング、アンジュぐらい。いや私もうすでにアンジュぐらいなんですよ、長さ。ボブ、ボブ。ボブかわいい、ボブ大好き、ボブが一番。嘘、ロングも可愛いよ、ボブが好きなんです。今年のハロウィンは何かコスプレしますか。ほんまはともえほたるちゃん、サターンのコスプレをしたいんですけど、ってなるとカツラを、ウィッグをかぶるしかなくて、この長さでサターンは絶対やっちゃダメなんですよ、私の気持ちで。気持ちはサターンは絶対ボブなんで、ボブ、絶対ボブ。サタンは、トモエホタルちゃんはボブやからコスプレできないですね、したいけど。めっちゃ大好きやった、ほんまに大好き、かわいい。の TikTok に載ってるあのオーディションの頃の写真は、あれはボブですね、あの頃はボブ。ずっと
ジで好き。もうまあって伸ばすぐらい好き。かわいいよね。大好き。やってみたいけど。そっか、もうハロウィンか。あっという間やな。あっという間やな。あっという間や。ああ、こうやって1年が終わっていくんですね。なあ、何もしてないですよ、私。はい。私なんかしましたか？お邪魔女ドレミしか勝たん。お邪魔女ドレミね。びっくりびっくりどんどんですね。お姉ちゃんが見てたね。私はそれをチラッと見てたくらいなんですけど。ハロウィン大好き。ハロウィンめっちゃテンション上がる。ハロウィンになるとね、スーパーにね、ハロウィン系のお菓子いっぱい売ってるから。ドッキリドッキリどんどんなんですか。びっくりびっくりどんどんじゃないの。うーわ、ずっとびっくりびっくりどんどんやと思ってた。びっくりとドッキリ違いでした。これが曖昧な記憶なんですね。こんばんは。かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃは好き。かぼ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 ちゃ大好き。わかんない。かぼちゃのあの炊いたやつ、炊いたかぼちゃのなんていうんですか、煮込んだやつっていうんですか、あの煮物だ。かぼちゃの煮物大好き。昔からおばあちゃんが作ってくれるから。あの某あれですね、何でも売ってるお店、何でも売ってるお店ですね。何でも売ってるお店、あの劇場の隣の NMB48 シアターの隣の何でも売ってるお店の焼き芋がマジで美味しくて、春秋冬は食べてます。夏は売ってるんかな。売ってても暑いからあんま買うことなくて、春秋冬めっちゃ食べます。まいちゃんもそれが好き。すぐまいちゃんの話ですね。ジャングルだー。どんなでしたっけ。電撃ジャングル、ジャングルだー。おでんも大好き。おでん大好き。おでん、皆さん何のあれが好きですか。具、何の食材が好きですか、おでんの中で。うん、他のはタコ、タコが一番好き、おでんの中で。大きな声でピリカピリララ、それも聞いたことある。ツンツンするのが好き。それダメなやつ。それ全然ダメなやつ。もち巾着大好き。美味しいよね。大根人気やね。やっぱこんにゃくも好き、牛すじも好き。大根ね、大根は1個1個1個がいい。じゃがいもも大好き。ええよな。おでんにロールキャベツ入ってる。もうそれロールキャベツじゃない。絶対美味しいやん。卵も好き、全部好き。秋冬になるとおでんをお母さんが作ってくれるから、はあ楽しみですね。秋も冬も春も。わかめ、へえ、そんなん入ってるんや。知らんかった。今何時ですか。ごめんなさい、私の時計は2時って言ってるんですけど、絶対2時なわけなくて。今何時やろ。おでんにからし入れないです。挑戦したことない。辛いですよね。だって47分、ランキング見ちゃいと。そんな喋ってたっけ。わかな、50分になったらランキング読みしますね。そんな喋ってましたっけ。私そんな喋ってない。内容薄いことしか喋ってない。50分になったらランキング読みします。2時じゃないですよ、本当に。足しびれてもうた。あ、辛いラーメン食べたい。ラーメン、ラ
ーメン、ラーメン食べたい、ラーメン、ラーメン、おでん、おでんよね2時じゃないよちょっと警戒よ。何分でしたっけ今、これどうやって時間変えるの、こうかな、あー間違えた、いやー間違えた間違えた、これ何これ何、ちゃうちゃうちゃう、動いたあかんとこ動いてもうた、こっちか、ちょ回しにくいな、ほんで、あ忘れてもうた、後でしろよって話なんですけど、ちょっと忘れちゃうから、ラーメン食べたい、でも塩気のあるもの食べるとむくんちゃうんですよね、私むくみやすくて。9時何分でしたっけ今、9時40、50分くらいかも、これぐらいでいっか、よし、きとん、え、正解、この時計壊れてる、だって動いてないもん一個も、え、正解、なんで分かったんですか、なんで動かないの、正解、なんで超能力者、え、壊れてた、言われて気づいた電池切れか、まあいっか置いとこ、気づいてなかった先生ああ面白い、すご、電池変えますね、50分になったらランキング見しますね。ねえ、今日水曜日なんだ。そっか。そっかそっか。曜日感覚、曜日を気にして来たことがなかったからね。金曜日は気にしたことあるけど。お、ランキング見しましょう。ランキング勝ったらごめんなさい、行きます。13位おかゆこさんありがとうございます。12位あやねちゃんありがとうございます。11位ともちんアットマーク岐阜県さんありがとうございます。ちょんちょん変わりましたね、ほんで11位ひろきさんありがとうございます。10位ぽんちゃんありがとうございます。9位がKKK けんけんけんさんありがとうございます。8位さんちゃんありがとうございます。7位みんなの白米さんありがとうございます。すいません鼻の付け根が6位ひかるちゃんありがとうございます。5位鉄メガネアットマークからあげまようしさんありがとうございます。カメラどこやろこれ。あ、手相占いできる方ぜひ手相占いしてください、お願いします。4位小いたこさんありがとうございます。小いたこはね進めていきましょう、あれどうなるかまだ分かれへんから、私ゲームは攻略読んじゃうタイプです。3位つりやさんありがとうございます。そして2位、あ違う、3位からはいっぱいお話しようなんですよ。3位つりやさんはじめましてではないですか、めちゃめちゃはじめましてな気がします。手とか指紋映るんですか、指紋映ったらどうなるんですか、何に使うんですか、指紋って 何に使うんですか、指紋って何になるんですか、でも私のスマホは指紋認証じゃないです。はい、つるやさんらしいですよ私指紋認証 何にもやってない2位松アットマーク本校さん、松さんありがとうございます。松さんはどうなんだろう、恋たこできるんですかね、恋たこもしできるならぜひしましょう一緒に。1位なやさんありがとうございます。キロッピ、え待ってキロッピやん、めっちゃ可愛いねんけど、うわあ若菜も欲しい、買わないとダメなんですかね。おーなやさんありがとうございます。ランキング以上です。指紋認証じゃないから大丈夫、セキュリティも大事、じゃあ指紋見せときます。あ、じゃあ怖いってどうしよう、爪にしとこか、
はい、手相お願いします。手相占いできる方、占い師の方へちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。かわいいキャンプ、気をつけます。しも皆さんも気をつけてください。でも私しもないんですよね。あるけど、私爪綺麗に切ってます。綺麗にっていうか、あの短く切ってる。やっぱ長い爪は人を怪我させちゃうからね、引っかいちゃうかもしれないから、短く切ってますね。でも指紋って変わるって言います。分からんけど、指紋って変わる、変わらん、分からへん。生命線長い、グッジョブ、やったね。どこが生命線か分からへんけど、まあいっか。分からへんけど、深爪じゃないですよ。白い部分ちゃんとあるよ。深爪は怖いから。こんばんは。手相って変わるの？じゃあこうずっとギコ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 って手相の線ギコギコってしてたら変わるんかな。そうなんだ。じゃあ手相って意味あるのかな。根本の問題ですか。分からへん。そうなんだ、手相って変わるんだ。知らなかった。ギコ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 って。10時になったら終わりましょうね。皆さん今日もお疲れ様でした。目痛い。最近ね、今何分やろ。話の途中で終わったらあれやねんけど、ラーメンのラーみたいな、わかんない、川の字。シオン、いいシオンちゃん、シオンとねめっちゃ仲良くなれてね。かわいい。シオンがね、あのめっちゃ口パッてなしてる癖なんです。あのジオンの生誕祭の時でもシオンがテンション上がりまくって、公演終わりにふーってずっと裏で言ってました。楽しいってよかったなって、楽しかったなって。かわいいシオン、めっちゃ無邪気。あれは年上ですか。本当に結婚、結婚ついに言われましたね、ちょっと前にね、6人目って言ってました。これ私何人目なって聞いた、若菜さんは6人、1、2、3、4、6人目って。マジで可愛い、マジでおもろかった。あの待ってました、新学期しおんちゃんとイントロとか、あとどこやろ、 A メロとかペアで踊る振りなんですけどね、しおんちゃんと。だからあの待ってました、新学期は私と若菜さんの新婚旅行ですもんねって言ってた。かわいい。あーマジで面白いっていう話ですね。ライバル5人って許せますか。いいですよ、私は何でもいいんですよ、楽しかったら。シオンに変な日本語教えてないですよ。シオンに日本語教えなくても、シオン日本語ペラペラだから。そうシオンほんまに可愛いですね。そのうち全員と結婚しそう。確かに全員に結婚、結婚、もうそれはもはや結婚じゃない。明日夕方行くね、待ってますね。そこら辺の日本人より日本語上手、確かに私より上手かもしれない。使い方が上手。そう関西弁、流暢に関西弁も使うしね、しおんちゃん。そうなんよ、
10時になりますか？今何分ですか？時計が壊れてるもんで。何時やろ今、分からへん。あと2分？めっちゃ喋れるやん。いった、取れた。スクショタイム、あ、お好きにスクショどうぞ。イエイイエイ。あ、ラーメン食べたいな。辛いラーメン、ラーメンが食べたい。ラーメン、アンジュがね髪切って、私もアンジュ髪切ったの見て、そう、髪切る前にアンジュ髪切ろうかなみたいなずっと言ってたんですよね。アンジュがついに髪切ってめっちゃ似合ってた、かわいい。でももうお腹いっぱいから食べれない。一口だけ、一すすりだけ欲しい。ラーメン一すすり、あー食べたい、めっちゃ今食べたい。一すすり、一すすり、一すすりだけ、一すすり。では皆さんおやすみなさい。とんかつ食べて寝ます。とんかつでにゃんかつですね。